おい福原、あ、テセどうしたの、昨日の推し活娘見たか。見たよ。あそこでさ、マヨリンが翼に告白してさ、うん、マジで振られてほしいんだよね、俺のマヨリンだから。テセはね、マヨリンはしたもんね。そうそう、うん、だから振られてほしいんだよ、うん、でマヨリンの気持ちになったらね、うん、なったらね、なったらかわいそうなんだけどね、うん、それが、うん、わかる。続き気になるの？続きめっちゃ今気になってんだよ。漫画ないじゃんね。漫画おい、お前、推し活娘はさ、二、うん、人でアニメで見るって約束だよね。約束だよ、お前。それはね。いやもう早く来週のマユリンに会いたいね。早く見たいね。そうなんだよ。いいとこで終わったもんね、アニメ。気になる。気になるな。ありがとう、これ。ああ、何？僕の予想はね、タクミ。あ、そうよ、推し活見た？見た。マジ？多分、漫画最新まで行ってる。行った。ほんと？うん。どうだった？結局、あの、うん、マユリンが、うんユイトとくっつくやんだけど、そうで、ユイトがなんかあの事務所の社長かなんかだって、うんうんうん、でその力もあって、うん、突破力になるな。そう、マジでわけわからん、泣いたわ。いやマジでね、本当に泣いた。なんだあれ、なんかの最初の方のさ、うん、あのドキドキ感で、そうこのラブコメ要素みたいなのがちょっと良かったよな、うん、そう、どっちなんが一番キュンキュンしたね。なあ、結局まあでもあんなオタクアニメやろ。まあオタク文化ってやつよな。うん、まあ俺らがハマったらもう奇跡に感じるでしょ。本当に。いや、ありがとうございました。うん。